今日はですね、お休みしてる間に視聴者の皆さんからいただいた質問の中に、コンポジットに関する質問というか、相談があったんで、それに関してね、お話ししたいと思います。で、コンポジットをね、やる意味っていうのは、天体写真で当たり前なんですけども、コンポジットするその意味っていうのが、なんでコンポジットするのか。従来の説明ですと、天体写真ね、っていうのは露出時間が長くなるとノイズが増えるから、細かく区切ってね、細かく区切って後で合成するみたいな、そういう説明だと思うんです。で、そういうふうに感じてる方がいると思うんですよね。つまりノイズを減らしたいってことですね。確かにね、昔はそうだったと思います。昔はデジカメが出てきた頃はその通りだと思います。ただですね、現在はですね、デジカメの方が進歩しまして、ノイズもね、減ってきているんで、今現在なんでコンポジットするかっていう意味合いがね、少し変わってきてると思うんですよ。ちょっと詳しく説明しますね。昔の話をしますと、昔ではデジカメっていうのは、確かに露出時間を伸ばすとノイズっていうのが異様に増えていくんですよ。で、それがね、指数関数的にね、増えていくんです。今ちょっと例を出します。露出時間が、1分、2分、3分、4分、5分って、こう上がっていくに従って、ノイズが例えば指数関数的にですね、倍々で増えていくとしますね。1、2、4、8、16と、こういう状態だとすると、確かに露出時間5分にするとノイズ16ですよね。それだったら露出時間1分でノイズ1、それは後で全部足しても5ですから、明らかにコンポジットした方が有利ですよね。ノイズは、トータルのノイズは 減りますよね。だけどですね、最近は、デジカメの方も相当進歩して、ノイズっていうのはかなり減ってきてるんですよ。ですから、この露出時間に対して、この増えるノイズの量っていうのが、こう指数関数的じゃなくて、ある程度比例してるんじゃないかと、いうような仮説っていうのがちょっと成り立つと思うんですよ、最近のデジカメはね。あまりちょっとスケールをこう長く取れば、ある程度このね、スケールを長く取れば、こうもしかしたら指数関数的かもしれないですけども、数学の話になりますけど、指数関数っていうのは x の範囲が小さい間ではこの一次関数で近似できますよね。難しい話ですとそうなんですけど、要するに今デジカメの方が進歩してるから、このノイズのこの増え方っていうのが、そんなね、こう倍々で増えていくようなことはなくて、ある程度比例に近いんじゃないかっていう、そこまで進歩してるんじゃないかと。でもし比例だとすれば、露出時間が1、2、3、4、5って増えていくに従って、ノイズがやっぱ比例的に1、2、3、4、5って増えていくんだったら、5分1枚撮りでも1分を後で5枚合成しても、結局ノイズの量は両方とも5で変わんないわけですから、そうすると昔はその最初の説明でよかったんですけども、現在はデジカメっていうのは進歩してるんで、そのノイズを減らすためにコンポジットするっていう説明はちょっと当たらないんじゃないかって思います。じゃあ何のためにコンポジットするかっていうと、これ話が簡単で、飽和しちゃうからなんですよ。1枚あたりの露出時間で伸ばそうと思うと、やっぱすぐもう真っ白になっちゃいます。飽和しちゃうんですよ。例えば ISO の1600とかね、3200でね、例えば F4 とかで、そしたらもう例えば5、6分、ISO 3200だったら5、6分でも飽和近くなっちゃうんじゃないかな。ね。真っ白になっちゃいますよね。いずれ、場所にもよりますけどね。飽和位置とか。
あっという間に飽和しちゃうって思うんですよ。で、まあ、飽和を避けるために、まあ、細かくこう区切るっていう説明の方が合ってると思うんですよね、最近はね。じゃあ、それだったら、ISO 感度下げて、露出時間伸ばせばいいんじゃないかっていうことがあります。例えば、また ISO ね、200とかでね。で、露出時間もっと20分とか。それはそれで私いいと思う。それで、いいと思うんです。実際ね、そういうことやって、テストしたことありますけど、それで、悪くなるとか、まあ、極端に良くなるってことはほとんどなかったですね。変わんない、まあ、結果的にあんまり変わんないっていうのがあれなんですけども。だそれも一つの手なんですね。ただですね、1枚あたりの露出時間がやっぱ長くなると、失敗するリスクっていうのは高くなりますよね。飛行機が途中で通過したとか、車のライター浴びたとか、まあ、振動とか、まあ1枚あたりの露出時間は、例えば 10分とか20分になると、そのリスクっていうのは当然増えていくし、まあ仮に失敗した時のそのね、損失っていうのも大きくなりますよね。だそういった意味で、まああんまり露出時間って長くできないと。まあ、現実問題ね、5分とか、まあ、そういう長さでね、まあ、2分、まあ、ノータッチする人は2分とかね、だから結局そういう、なんていうんですかね、リスク分散っていうんですかね、まあ、最近はリスク分散のために1枚あたりの露出時間をまあ制限して、まあ、それではこうコンポジットするっていうのが、まあ、現代的なコンポジットの説明になるんだかなと思います。はい。はい、続いてですね、今までの話をですね、もっと一般化してですね、天体写真の撮影方法についてですね、ちょっと考えてみたいです。ちょっと難しい話になるんですけども、分かんなくても天体写真撮れますんで、あんまり気にしなくていいんですけど、分かんないけどね。ちょっと聞いていただきたいんですけれども、天体写真のにおける光量子仮説っていうのがあります。ありますっていうか、ね、私はこれ勝手に名付けたんですけれども、どういうことかっていうと、天体写真っていうのは、要はセンサーに光、光子ですね。光子を集める作業に他ならないんですよね。と考えるならば、天体写真の品質っていうのは、この集めた光子が多ければ多いほどいいということで、この集めた光子の数に比例するんじゃないかということを言ってるわけです。で、あくまでも仮説だし、私が勝手に言ってるだけなんですが、まあでも、まあ厳密にはそうじゃないかもしれないんですけども、大体大まかに、まあ近日として大体合ってんじゃないかなって、まあ多くのベテランの方はなんとなくそう思ってんじゃないかなって思います。はい。厳密に言ったらね、多分違うと思うんですけども。で、じゃあ、光子をたくさん集めるにはどうすればいいかっていう話なんですが、まず、光っていうのはレンズ通ってきますんで、まあ、明るい光学系にするってことですよね。まあ、F 値を小さくするっていうことですよね。そうすると、まあ、絶対的な光子の量が増えますんで、それが一つ。で、もう一つは、この図を見て分かる通り、センサーサイズを大きくすればいいですよね。APS-C よりフルサイズですよね。でまあ、あるいは、こう、2台同時に撮るとかね。あるいはセンサーをこう並べるとかね。まあ、それもセンサーサイズを大きくするっていうことと同じですよね。で、まあ、いずれの方法もですね、お金かかることですよね。F値を小さくすることも、センサーサイズを大きくするっていうことも、まあ、お金のかかることですよね。お金のかかんない方法としては、撮影時間を長くするっていうことですよね。で、長ければ長いほど光子がいっぱい集まるんですから、長ければ長いほどいいって、もう上限はないと。もう10時間でも20時間でも30時間でも。ただまあ、さっきも言ったように、それ1枚撮りする、1枚でそんな長くすることはできないんですから、実際問題コンポジットでこう、細切れにしていくと。で、コンポジットだけじゃないですよね。細切れにする方法としては。モザイクっていう手法もありますよね。こう、
シャイアをずらしながらいっぱい取っていくと。で、モザイクもコンポジットもこの理論に従えば全く同じことなんですよね。だ2枚モザイクすることと2枚コンポジットすることはまあ品質的には全く同じだと、私もそれ経験的にはそんな風に感じてます。だからモザイクするときはコンポジット枚数で減らしてもいいんですよ。1枚取りで例えば30枚コンポジットを普段してる人がじゃあ2枚モザイクするんだったらまた30枚かっていうと、まあ、半分の15枚でもいいと思うんですよね、この理論に従えば。私はそんな風に感じてますけれども、はい、で今やった3つですよね。重要なのは、まあ、F 値を小さくする、明るくする、それからセンサーサイズを大きくする、で、撮影時間、トータルの撮影時間を長くする、この3つが重要であって、それ以外のパラメーターに関してはあんまり関係ないということですね。例えば ISO 感度ですね。 ISO 感度は100だろうが200だろうが1600だろうが入ってくる光子の数は変わらないわけですよ。で、ISO 感度っていうのはその光子を電気信号に変換したその電気信号を増幅しているだけなので、これは品質にあまり関係ないと。あんまりね、両極端なことを言うと多分関係していると思うんですね。極端に低いとか極端に高いみたいな値は。で、まあ、通常使用領域ではあんまり変わらないっていうのもこれもね、経験則に照らしてみて、まあ、実際そういう検証したこともあるんで、まあ、ISO 感度あんまり関係ないなっていうのを実感するところです。で、あと、コンポジット枚数とかもね、これも関係ないと思います。トータルが重要なんで、トータルの撮影時間が長ければいいんであって、それをまた4分割するか8分割するか16分割するかはあんまり関係ないと思いますね。これもね、極端なこと言えば関係すると思うんですけど、例えばラッキーイメージングみたいな感じ、もう 1秒ごとにこう撮っていくみたいのじゃなければそんなにね関係ないと思うんですよ。いや、重要ならトータルであって、それを何分かするかあんまり関係ないような気がします。ただしですね、先ほども言ったように1枚あたりがあんまり長くなるとリスクが増えますし、失敗した時の損害も大きくなるんで、リスク分散という意味では1枚あたりの露出時間というのはだいたい決まってきちゃうと。それであんまり、ね、露出アンダーですね、ヒストグラムがこう左側にこう寄っちゃうっていうのも、これもねちょっと議論の分かれるところではあるんですが、それがねいいか悪いか、これもねはっきりあんまりね検証したとあんまり見ないんですけども、まあ、とりあえずそこは、まあ、グレーゾーンとしておいて、まあ、だいたいヒストグラムの中央付近がいいんじゃないかって言われてるんで、まあ、そういうことを加味すると、まあ、だいたいもう、ね、一番あたりの露出時間っていうのは例えば数分とかになってくると思うんですよ。そうするとまあ必然的に ISO 感度がまあ1600だとか3200、まあ、その辺でだいたい落ち着くんじゃないかなっていう、ことになると思うんですよね。まあ絶対的にこの感度がいいとかっていうのは多分そんなないと思うんですよね、まあ、経験的にも言って、はい、ということで、このセンター写真の品質を上げるには、F 値を下げる、センサーサイズを大きくする、この2つね、お金のかかることなんですけども、3つ目のトータルの露出時間を伸ばすっていうのは、これお金っていうのは労力っていうんですかね、時間をかければできることなんで、まあ、あとはそれをどう取るかっていうのは、自由なんでね、何分割するかっていうのは自由なんで、コンポジットで分割してもいいし、モザイクで分割してもいいし、トータルの撮影時間が重要なんであって、それが天体写真の品質に関わるっていう、お話でした。参考にしてみてください。はい。